日銀がアベノミクス大失敗を認め、愚策の戦犯の4人衆を牢屋に収監しました。陳蔵、黒田、浜田、高橋陽一です。アベノミクス金融大緩和は日本経済を立て直すどころかボロボロに打ち砕きました。円安と株高はごまかしでした。アベノミクスは円という国家の基盤をボロボロにした。アベノミクスのマイナス影響は莫大であって、抱え込んだ国債や株式の処理にこれから10年もかかるだろう。くだらないアベノミクスの愚策、陳蔵の顔色を伺って、打倒しなかった日本政治の歪みがひどいもんだ。